が吐いた白い、こんばんはというかこんにちはというか、皆さんはじめまして、深夜食堂という映画のマスターをやっています小林カルです。今日はよろしくお願いします。私深夜食堂という映画の中の常連客の中さんという役をやっておりますフワマンサクと申します。どうぞよろしくお願いします。どのように見ていただけたのかっていう感想をお持ちになったのかっていうのは非常に楽しみにしています。前回にも増して今回のお話が少し進化して、深いいい話になってるんじゃないかなというふうに思ってますんで、質問というか皆さんの感想を楽しみにしています。癒しに関しては多分中さんも横にいますけど、癒されに来てるっていうふうに常連のお客とかゲストのお客さんたちは意外に思ってないんじゃないかなと思って、居心地がいいとか飲んでて気持ちがいいとか、そっちのその気持ちよさというか、まあそのリラックス感がとっても気に入っていて、どっか仕掛けとして何かこう時間を過ごすことによって、本人も気づかないところで、もう一回生き直してみようかなとか、もう一度何かやり直してみようかなっていう、そういう力を与えられる場所なのかなっていうふうに考えていますけど。